日本近畿地方大阪府大阪市中央区内、平野町内平野町は、大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は、内平野町1丁目から内平野町3丁目。大阪市中央区の北部に位置。北は、船越町、南は内淡路町、東は谷町2丁目、南は大手通り、西は、 阪神高速1号環状線の高架下を流れる東横堀川を挟んで平野町とそれぞれ接する。1872年に亀山町、大蔵町、内平野町2丁目、内平野町の一部を統合し、内平野町1の2丁目となった。1989年に文後町の一部を編入し、1から3丁目に再編された。 とさぼり通から南下し北大江公園を挟んで再び、高来橋通から南下する高倉筋が当町で終わる。船場の平野町の東に位置し、豊臣大阪城の総構への内であったことから、内を関している。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。カプコン、大阪府大阪市中央区の町帝、アザ一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧 AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧 AB、 内平野町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長。あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます